こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は7月16日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。7月16日は蟹座、感受性と知性やな。感受性と知性、直感力に優れる、この人多才ですよ。才能のバリエーションが広い。それはこの人の感受性と直感力によるもので、だから占い師にさ、直感力高いですよとかさ、感受性が豊かですねとかさ、言われたってさ、はい、でってなると思うんやけど、でっていうのは、この人の直感力とか感受性とか、自分がどない思ってどういう風にしていこうかっていう風な判断基準だったりさ、こっちの方が気持ちいい、これは気持ち悪いとか、この人と話するのはすごく楽しいとか、あの人と話をする仕事の話もらってるけど、なんかちょっと気持ち悪いんだよねみたいな、そういう感覚っていうのが、この人がこう、うまいこといくための道に対する嗅覚みたいなものは鋭いってことなんですよ。だからとても便利で素晴らしい才能を持ってるってことで、それはどういうふうに、じゃあどうやって使っていったらいいのって、そんなん意識して使ったことないんだけどって方の方が、こういうスピリチュアルやってないっていうか、こう占いとかやってなかったらさ、あんま詳しくなかったらさ、分かんないと思うんやけど、結構シンプルで、体の声を聞くってやつなんですよね。でもっと簡単に言うと、今日何食べたいとか、今日はどのパンツ履くとか、このツルツルのやつがいいとか、ザラザラのやつがいいとか、サラサラのやつがいいとか、今日は締め付けるのしんどいとかあると思うんすよ。私の場合は食いしん坊やから、今日はチョコレートのパンをおやつに食べようとかさ、あ、うどん食べたいとかさ、あるんやけど、それは人それぞれ、食べ物でもいいし、食感でもいいし、触る感じとか、触覚か、嗅覚、音楽、こういう音楽聴きたいとか、で、それの延長線上に、ああいう人と仕事したら、こういう風な作品を作りたいとか、こういう風な仕事したいとか、こういう勉強したいとかっていうのが、実は延長線上にあって、それは人の身体性、体の健康、健康的な肉体、健康的な精神に必ずつながっているものなので、延長線上にある。だから自分のその感覚、多彩な器であったりとか、感覚、センサーって、アンテナっていうの、そういうもの持ってはるんやけれども、自分のそういう身体性っていうのをおろそかにしていくと、そこを活用することはできへんから、シンプルに言うと、ご飯ちゃんと食べて、ちゃんと寝て、で、お風呂に入るとか、そういう、こう肉体のケアをするってことが、実はそうい う, こう直感性とか、多彩である六感が、第六感が鋭いっていう風な意味で言うと、運動するとかね、そういう、こう、私は腕立て伏せできない人だったんですけど、最近ちょっと筋トレをするようになって、腕立て伏せとかができるようになってきて、でそれは鍛えろってことじゃなくて、そのなんつったやろな、健康的な人間の肉体の全体的なバランスを取るような訓練っていうのをちょっとすると、1時間続けて歩けないとか、体力がないとかっていうのもやっぱり関係があると思うので、そういう風な方面から、自分のケアをしていくってことは、実はそういう、こうすごく、こうなんていうの、肉体的な関わり方をしていくと、実は精神的な部分のパラメーターが伸びて、実はそれちゃんとつながっていって、ちゃんと自分を使っていけるってことにつながっていくよっていう風なことが言いたい。その腕立て伏せができるようになったんですけど、ちょっとずつ訓練して毎日10分動画みたいなの見てね、やるんやけども、そうすると何ができるようになったかって言ったら、ピカピカになるまで鏡を磨くんですよ。私主婦やからね、毎日毎日みんな歯磨いたらその点々がつくじゃないですか、洗面所に。それを毎日磨くんですよ、お風呂、自分がお風呂入るときに。それでいつも疲れてたの、とっても。鏡ピカピカになるまで磨くって、ちょっとこう腕力というかいるんやんか。けど、腕立て伏せができるように訓練をすると、その体幹っていうのかな、なんか芯の筋肉がついたみたいで、雑巾掛けとか、いわゆる雑巾掛けですね、鏡を拭くとか床を拭くとか、ちょっと拭くのもめんどくさかったんだけども、
それがなんてことなくなってきてるっていうのをちょっと感じてて、あ、結局そういうなんていうの、掃除とかもやっぱ一番占い師的な一番 揺り返しが少ない開運法なんですよ。エネルギードリンクを飲むみたいなもんで、開運法っていっぱい使ったらいいってもんでもなくってさ、揺り返しがあるんだよね。で、一番ないのが掃除なんですよ。綺麗にしても何の先取りもしてなければ、ただまあその肉体が疲れるかな。でもそれはさっき言ったその肉体をちゃんと健康的に維持しておけば、その人間の環境、まあ、風水的なものですよねっていうものは、そのまあ最低ラインっていうのが綺麗に整う、ベーシックにマイナス以上ゼロベースに整え続けることができるので、一番シンプルな開運法にはなるんですけども、そういうなんつったらな、自力を鍛えておくっていうのはこの人が才能を使っていく上で結構不可欠なことだなというふうに思うし、そのなんて言ったら腹筋腕立て伏せができるようになったら掃除ができるようになるみたいな、その風が吹けば OK が儲かるじゃないけど、それとその人の才能が使えるようになるってことは、実はこの7月16日にとって侮れない話だったりするわけ。言ってること伝わってるから、ちょっとなんか話が飛んじゃったね、ごめんなさいね。で、そこで健康的なこの人の歯車はどんな風に回っていくかっていうと、野心的、野心を持つで、高い理想と目標を持つっていうのはこの人のシンプルでちゃんと回ってる状態で、なんやろな、いい暮らししたいとか、子供にいい教育がしてあげられるぐらいの金額とか環境が欲しいとか、目標ですよね。まあ女の子にモテたいとかでも全然かまへんねんけども、そういうこう高い理想と目標、その偉そうにしたいとか全然かまへんねんけども、そういうこうあった方が7月16日にとっては健康的で、健全なんですよね。で、この人はそのなんつう、気ぐらいが高いようには基本的に見えないねん。気さくで思いやりがあって、こうどっちかというとソフトでファニーな感じ、優しくって人当たりがよくってっていう風な外面を持ってるんだけども、中っていうのは気ぐらいが高くって絶対にこれじゃ終わらへんからなっていう風なの持ってるって、そのこう冷や圧っていうのかな、外がふんわり中がかっちりみたいな感じの器っていうか、その部品の構成を持ってらっしゃってて、他人からした時に選ぶらない、話しやすい人やなっていう風に思ってもらえるような働き方、動き方をなさるんだけれども、心の中ではこれじゃ絶対終われへんからなって、これが自分の人生のピークであってたまるものかみたいな考え方っていうのがあった方が、この人は健康的ですね。そういう風な方向性を持つっていうのがお誕生日占い的にはおすすめで、両親っていう言葉あるやん、良識がある存在なんですよね。人間のグループ、まあ、人間は社会性の生き物やから必ずまあ群れであったり家族をはじめとするグループに所属していること、地域であったりさ、市民税払ったりしてさ、所属してるやんか何かしら。そういうこうグループにおける会社とかでもな、良心的な存在、良い心と書いて良心なっていう存在で、を担わされがちで、いわゆるその大人の役目ですよね。いや、未成年にお酒飲ましたらあかんやんかとか、あんたいくつなんやろって、まあ、タバコやめときなさいとか、就業時間内にそういう話をするのはちょっと美しくないんじゃないのとかっていう、なんやろな、いいやんいいやんっていう人もいてる中で、いやそこはあかんでしょっていう風に言ってあげられる、その両方ともの親って書く両親と良い心って書く両親って同音異語な、異語じゃないですか。あれっていうのは、まあ、日本語っていうのもその意味あんねんけども、松の下で待ってたから、植物の松はウェイト松って意味があったりとかすんねんけども、両親も両親やって、両親的なものから引き継いでいるものだから、7月16日自体が両親、保護者たちに恵まれることが多かったりするっていう星の部品を持ってたりもするんだけれども、まあ社会人である場合、そのグループにおける良心、良い心の方ね、の役目っていうのを担いがち。だからまあそこはつながってて、その保護者的な役割っていうのを担いがち。だからその部活するにしても、会社するにしても、何か地域の町おこしとか、何か地域のその普通のこう行政的なことをするにしても、それはダメでしょって、今の時勢的にはこういうことはちゃんと
我慢しないとダメじゃないのとか、ここは線引きとしていくつまでの子はもうここで帰ってもらった方が安全じゃないのとかっていう、そういうこう正しい判断を下す役目っていうのを担いがちです。そういう役目を持ってるんですよ。で全体的にこう代表者の役目っていうのを持ってる。でそういうこうこの人が指導者であったりとか権威がある権力を持っているような立場につくっていうのはこの人の、使われ方というかですね。で実践力と決断力に恵まれており新しいことをすぐに理解する賢さっていうのを持っている。この人の賢さ知性っていうのは物事を把握する力ですね。それは、物理的な、事象に関しても人中での距離感ですよね。あいつとあいつ仲悪いんやみたいなさ、あの人に話通さなあかんけどあの人に話を通すためにあの人に先に言っといた方がいいとか、そういうこうあるやんか、物事を把握する力、あれが普通の人よりも伸びやすいし、こういった人中で成長して、癒されたりほぐれたりもするし、力を発揮したりもするよっていう、こう人中におるっていうのはこの人の活用方法というのは非常に重要であって、教育であったり社会道徳だったり倫理観みたいなものを活用する役目に、どうしてもつくし、だからまあ裏を返していくと、ご自身のそのこう役目に応じた学習と訓練っていうのは必要になってくると思うんですよね。その教育であったり社会道徳であったり倫理観であったり。でそれは、自分個人の、個性、その自分個人の考え方と自分の役目としての考え方が一致してる必要はなくって、そりゃそうですやんか。私なんかも、もう時効やからあれやけども、中学生の時に運動部に入っとって、でなんとなくこう中学校の部活動って3年生は夏の試合で引退しちゃうんですよ。でそしたら3年ね、3学年集まって試合のあと、最後の試合のあとに解散するねん。本当は顧問の先生からしたら解散してねって、最後の試合が終わったら解散、ここの駅で解散っていうのが顧問の役目のな建前やんか。それが顧問の倫理観やわな。うちの生徒たちはここの試合の最寄り駅でみんな解散しました。でもその生徒たちの最後の試合の後はみんなでマクドナルドに行ってお別れ会をするの。1年生から3年生までみんなお手紙書いたり、何々先輩ありがとうございましたとか、先輩がいなくなってもこの部活頑張りますとか、そういうふうなことをするのね。それは顧問は知ってるけど、言うたら役目としては解散してまっすぐ家に帰りなさいよって言うやん。それが顧問の倫理やわな。けど自分もそういうこう一人の、大人の、かつて中学生だった自分としては、最後の試合やし、先輩と後輩こうやって一度に集まってジャージを着て集まるのもこれで終わりやから、解散したら必ず連絡してねみたいな、部長に、次の部長にね言って先生は帰っちゃうのね。でみんなでそこのマクドナルドの2階に行って解散、お別れ会をするみたいなのがあるんやけど、それってその先生の中に、倫理観が統一されてないやないかって話ですよね。でもそれは顧問の役目と先生個人としての倫理観っていうのは別で、それでもこうそういう社会道徳っていうのかなっていうのっていうのはずっとまかり通ってる建前と本音ってやつやんな。でもまかり通ってて、それは7月16日にとってそういう部分はとても多いんだろうなっていうのを思います。社会の代表者っていう役目を、担いがちの人っていうのは自分個人としては全然ええんやでって、お別れ会した方がいいし、そういうのも青春やからって思う顧問の気持ちと、まっすぐ帰ってねって、ここで解散ってことにしてるからねって言って、だから何かあったらマジで私たちのせいになるからっていう、顧問としてはまっすぐ帰ってねって言うっていう、そこの分離やんな。それは、それこそ顧問と個人っていうのやったら分かりやすいけれども、7月16日にとってはそれが、この人の日常だったりすることがあると思う。でこの人のその自分の今どういうふうな役目によって、例えば母親とかって、私も母親やってるんですけども、個人である自分と母親やってる自分の倫理観ってちょっと違うんですよね。
私なんか結構こうのんびり育ててもらったので、10時になったら絶対寝ろみたいな家の子じゃなかったんですよ。普通になんか夏休み昼夜逆転するような家の子供やったし、あの商店街の子やったから、どこで何の買い物しても別に親におしあの報告するようなこともなかったんやけども、私はお嫁に行ったところは、まあ、言ったらここですよね、西条のうちがあの住宅地のお住まいで公務員の家の子やって、だからどこで何を買ったかとかっていうのも親に報告しないといけないっていう倫理観があったり、10時になったら寝ないといけないっていう倫理観があったりっていうのっていうのは、言うたら一人の個人の母親って役目の中でもズレがあるんですよね。それっていうのはあの自覚していくことが大事やって、母親としてはこういうふうに言わないといけないし、こういう管理をするっていうのが、まあ、お母さんたちの仕事なんだけれども、私個人としてはまあまあしょうがないと思うねって、別にいいでってけど、まあもう寝なさいっていう、それはお母さんとしての役目の方がウエイトと責任が大きいからですよね。そういう自分の中の今どの立場でものを言ってるのか、自分の倫理観をどちら優先させる時なのかってことは、あのなんつったやろな、7月16日の中で区分けと理解っていうのをしていかんと混乱してどうにもできへんなるっていうのがあるのね。で、全てをやめなくなっちゃうっていうのがあの自滅パターンとして数えられるかなと思うので、そこの線引きっていうのはあった方がいいと思う。さっきのそのほら中学3年生の引退試合の時はまあ、真っすぐ帰れっていつも怒ってるけども、まあ、今日だけはまあいいんじゃないのっていう風な、そこはちょっとこう外してあげるとかっていう風な、そういうなんやろうな、あのそれバランスっていうのかなを取るっていうのが7月16日だったらとても重要であるってことですよね。うん、あのグループの両親を務める、良い心、グループの良い心の役目を務めるっつったって、生身の人間やからさ、あのそんないつもいつも資格指名のこと言ってたら狂ってまうやんかそこのまあ正しい判断を下す役目のをやりつつも精神的に、正常で居続ける、正気を保ち続けるっていうのが7月16日と結構大きなテーマになってくると思う。でそれのテーマとしては手段としては役目と今どの立場でものを言ってるのかっていう自分の倫理観の鏡合わせっていうかのをしていくってことが多分整理がついて一番いいんじゃないかなと思います。でそれは整理がつくことだし、あのやりきれる器を持っていますよって話ですね。で自分のそういう感情の不安定さを克服するためにそういう勉強していくってことになるかな。教育であったりとか社会道徳であったりとか倫理観に対してのあらゆる考え方、あのほら法律で禁じられてるからつって人を殺してダメってわけじゃないじゃんみたいなさ、あのあらゆる自由な考え方っていうのを、に触れた方がいいとは思いますね。でそれはこの人の、繊細な一面とか、恥ずかしがり屋であったり臆病な心を持っているっていう自分と、まあ、だからこそ勉強するんだし、だからこそそれがこの人の、役目を務める、あのバイアスがかかってるっていうかテンションがかかってるからできるんだけれども、そういう自信化というか自分の役目とか自信を全うするっていうやりきれる強さっていうのと繊細な部分っていうのは二個一なんですよね。だからその自分は強い人間であるっていう風に思い込むのも危険だし、あの恥ずかしいとか怖いなとか大したことないってバレたらどうしようっていう恐怖心とかがあるから勉強するし、役目に対してだるいけどやりきれるみたいな部分っていうのはあるんだろうなと思うので、そこっていうのを自分で両方とも自分であるっていう風に分かるというか分かろうとするってことが、この人が正気を保ちながら社会的な役目を全うするためにはあの重要なことかなという風に思います。で、非常にまあ想像クリエイティブですねと、経済的な成功への野心も高くて、金銭的な執着は結構高い方です、強い方です。でそれはこの人のまあ、がめつい心というよりかはどっちかっていうと、まあ、カニ座チームでもあるので、あの愛する人を守るためにお金が必要なんやみたいな感じ、そのご飯食べさせてあげたいとかいい教育を受けさせてあげたいとか恥ずかしくない格好させるためにとかっていう何かを守るための金額だったりすることが結構多いんですよね。だからまあ身近な人への愛による頑張りとか悩みっていうのが7月16日は結構多くって、それゆえのまあ倫理観のズレであったりとか社会道徳に対して悩むってことが結構多いんじゃないかなと思う。だからまあその役目によっては使い分けて整理をつけてかんと狂ってしまうでって話につながっちゃうんやけども、
で、その、この人のそういう、こう、献身性ですよね。献身的な姿勢を取りがちなので、距離感バグりがち。で、それは自分が自分のことを容易に犠牲にしてしまうってことにもなりかねないし、もっと嫌な感じなのは他人につけ込まれてしまうってパターンがあって、他人に異様に使われて消耗してしまうっていうふうなことにもなりかねないから、やっぱ距離感、その倫理観、そのまあこうあるべきと考えている役目の距離感っていうのを適切に保たないと、苦しくなってきたりとか頑張りすぎて、まあ、肉体がしんどくなってるってなったら大体距離感バグってると思って、一つの、まあ、大きな仮説としては通用するんじゃないかなと思いますね。自分距離感バグってんちゃうかみたいな話です。 うん、正気保って長期的な戦いになると思うので、正気保って頑張っていただきたいなと思います。で、そういうことを考え始めると、この人は基本的に文才に恵まれてるはずなので、さっきも言ったけど、この人の知性は何も物事を把握する能力に、振られていることが多いと思うので、そういう、なんやろな、さっき言ったその役目だとか倫理観だとか教育知識であったり、その社会道徳みたいなもののネーミングがつけ、ラベルリングがされた途端に、こうさっとこう把握ができるようになったりするんですよね。それについてはどうなのって、こうごっちゃんされてると分かんないんだけども、お母さんとしてはどう考えてるのって、個人としてはどう考えてるのって、旦那の奥さんと関してはどう考えてるのって、で、義理のお姑さんから見たあなた、嫁の立場からどう考えてるのっていうふうに、自分の角度をラベリングして考えると、この人の場合、そういう文才とかにも恵まれてるので、言語を活用しての、心理的整理、思ってることを整理するってことに対しては、非常にスムーズにやればできるタイプじゃんじゃないかなと思います。で、基本的に一人で動く、合理的であることを望むかなと思います。だから、まあ、誰々さんが一緒に来てくれないとダメだみたいなことを考えてるってことはあんまりないかな。で、人の中で成長し、癒されるし、ほぐれていくんだけれども、干渉を嫌う。だから、やっぱり一人で動くし、合理的であることを好む。で、だから、まあ、気ぐらいは高いよね。人に対して気さくで思いやりのある性質を見せるんだけれども、時にどっかで、心のどっかでどうしても人をバカにしてしまうっていう考えっていうか、一面はあると思う。そこをこう否定するのではなくって、そういうふうに考えてしまう自分っていうのもおるなっていうふうなぐらいでいいと思います。で、物事を進める才能とか、全体を掌握するパワーっていうものを活用して、自分の道っていうのを歩かはるかなというところですかね。喋りすぎちゃった。人生の区切りとしては6歳から36歳です。で、6歳からこの人の、まあ、そういう、こう自分の能力、社会的な、もう大人の役目っての始まっちゃうんですね。6歳言うたら小学校1年生ですよ。そこからもう、それは良くないと思うよとか、先生に言いに行った方がいいんじゃないのとかっていう風な役目を結構変えてしまってるってことですよね。ならもう筋金入りやと思う。で、36歳以降っていうのはもう現実的やし、もっと他の人のために、どっちかというと36までは自分のためにやったのが、36以降っていうのは他人の、他の人のために、家族だったりとか、チームのみんなだったり、まあ、職場のみんなのためにだったりとか、そういう、こう身近な人への愛によるものがどんどん大きくなっていくよってところですね。で、ここまでのお話っていうのは、星占いとか、数秘術とか、心理学、そして易と気学の知識で喋っています。で、なんですけれども、私の専門は手相占いなんですね。なので、手相を見せてもらうと、もうちょっと喋れます。で、7月16日生まれさんでもそれぞれ手相が違うくって、手相は完全な高人性学なので、まあ、双子でも手相違うんやけれども、まあ、めちゃくちゃ面白いので、そういうのを好きな方はぜひ手相を見せに来てください。年齢とかも分かるよ。手相は運命学なので、でその人の年齢をざっと読むんですよ。何歳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 って。で、何歳で今が何歳だから、何年後には今、何歳から始まってる今のステージは何歳に終わるから、何歳何年後には今生きてるステージ変わって、多分生活スタイルとか変わってるよとか、そういうことが言えたりします。面白いです。はい。で、次、パートナーシップですね。7月16日生まれさんにとっての恋愛とか仕事での、共同経営者ですね。私の、まあ、パートナーっていうものの定義としては、経済を共にする人間、自分の財布の中身について話せる、そして使い方について相談できる人間というふうな定義づけにしています。で、この人はね、話が面白い人が好きだと思う。
あの知性のあるやり取りができると好むはずなんです。ある一定の良心レベルをクリアしてない人間だ以外、ある一定の良心レベルをクリアしていないともうしんどいと思うねん。いちいちなんか先生男子が掃除しませんみたいな言わなあかん男子と つるんでられへんやん。だからそういう子知性とか倫理観ってものがある域値を超えてる人とじゃないとこの人はタッグを組めないし、ずっと面倒見ないといけなくなるからさ。で、あのちょっと飽き性なところがあるから面白い人を求めるんだよね。で、それ面白さっていうのが、あの破壊的な面白さではなくって、あの前向きで明るいのがいいねっていうのも、その7月16日自体はどうしてもこうしっかりしてないといけない役目って背負いがちなので、あの自分の不安定さっていうのを打ち解ある程度打ち解けられる相手っていうのを身近に持つとハッピーなんですよね。そういう意味ではそういう受け皿であったり知性であったり、あの茶化すことなくあなたの不安定さ、あの恥ずかしいとか臆病であったり恐怖心ですよね、そういうものっていうのをあの話したところで理解できひんのは非常にがっかりするので、そういう部分っていうのを話してみた時にあのちゃんと分かってくれる人っていうのがあのハッピーなんじゃないのとは思います。はい、というところで、ここまで聞いてくれはってありがとうございました。あの非常にまあ若いうちから大人の役目っていうのを担いやすい人で、それ相応の孤独であったりとか、あの欠落感ですよね。あのもっとこういうこと勉強しなあかんねんやってことをいっぱい思うようなあの部分があります。で、あの自分っていうものをいかに分かろうとするかっていうのがテーマになってくるかなと思いますね。はい、応援しております。というところで、ここまで聞いてくれはってありがとうございました。それでは、ほなねー。